サーロバート・カルダー殉弾尺は、18世紀後半から19世紀初頭のイギリス海軍の提督である。生は、コールダーとカタカナ転記される場合がある。ロバート・カルダーの肖像3代目カルダー殉弾尺、ジェームス・カルダーとアリス・ヒューズの息子として、スコットランドのエルギンで生まれる。エルギンのグラマースクールを卒業した後、1759年に14歳でイギリス海軍に入隊する。 1762年5月21日、士官候補生時代に、スペイン戦の打歩に関して1800ポンドの賞金を終え、その後に会議に昇進した。会議としては、ジョージ・フォークナー艦長の64門3等戦列艦、エセックスに配属される。昇進は、直任艦長となる1780年までは、ゆっくりとしたものだった。その間、1779年に、 アメリア・ミッチェルと結婚している。なお、子供は授からなかった。艦長としては、リチャード・ケンペンフェルト提督のもとで、フリゲート艦ダイアナを指揮し、様々な任務をやり遂げたが、抜群の功績を上げる機会には恵まれなかった。1796年、彼は、ジョン・ジャービス提督機関の専任艦長に任命され、三尾先手岬の海戦に参加した。 この時の帰還はビクトリーだった。戦闘の後、彼は勝利の一方を急走する任務に選ばれ、本国に帰還、1797年3月3日に、ジョージ参戦によって、ナイトに除任された。彼はまた議会からの報奨も受け、1798年8月22日、初代サウスウィックの彼が順弾尺となった。1799年には、 リアアドミラルに昇進し、1804年にはバイスアドミラルに進んだ。そして小艦隊を率いて、フランスからエジプトに物資を輸送する、ガンテューム帝徳のフランス艦隊を追撃する任務に着いたが、この任務は不守備に終わる。第3次大仏大同盟の期間は、ナポレオンのイギリス侵攻のために準備を整えていた、ロシフォール港とフェロル港の封鎖艦隊を指揮していた。 彼の艦隊は敵に対して大きく劣勢であったが、封鎖を実現し、海上への脱出を許さなかった。ナポレオンが彼のイギリス侵攻の助章として、フェイロルの封鎖を解こうとしていることがわかると、海軍はチャールズ・スティリング中将をカルダー艦隊に合流させ、ブレストに向けて出撃する仏西連合艦隊を迎撃するよう命令した。敵艦隊の接近は、 霧のために隠蔽されていたが、ついに1805年7月22日に敵艦隊を視界に捉えた。15隻のイギリス艦隊に対し連合艦隊は20隻と数で勝っていたが、カルダーは指揮下の艦隊に対して抗戦を命じた。フィニステレ・ミサキの海戦である。イギリス艦隊は死者39名、負傷者159名の損害を出したが敵艦2隻の打歩に成功し、 連合艦隊の死者は158名、負傷者は320名に及んだ。4時間後、夜の訪れとともにカルダーは戦闘の中止を命じた。その後2日にわたって、両艦隊は接近した状態を保っていたが、戦闘は起こらなかった。カルダーは彼の新しい勝利を守りたかったし、フランスの帝都クビルヌーブは残存艦隊をこれ以上の戦いに使いたくなかった。 この戦闘の結果、ビルヌーブは、ブレストへ向かうことを断念し24日にこの、海域を離脱して、フェロルに撤退、ついでカディスに退いた。ビルヌーブは、彼の目標、アイルランドへの陸兵洋陸、ブレスト艦隊との合流、海峡艦隊の誘引、ナポレオンのイギリス侵攻の支援、の全てに失敗したことになった。ブルーローニュで待機し続けていたイギリス遠征軍は、 全くの無駄足になり、ナポレオンの判断で、イギリス侵攻計画は白紙となった。しかし、イギリスにおいては、カルダーの行動は、完璧な勝利を収めることに失敗したと受け止められた。カルダーに対する風当たりが強かったため、軍法会議が開かれることになった。ネルソンはカルダーを本国へ帰還させたが、この時戦いが迫っている状況下ではあったが、 カルダーの帰還である98門館、プリンス・オブ・ウェールズと共に帰還することを許した。カルダーは8月上旬にイギリスに到着し、トラファルガーの海戦には間に合わなかった。軍法会議は12月23日に開かれ、交戦に際して全力を尽くさなかったと同時に、臆病で不満な振る舞いを見せたとして厳しい建築が行われた。カルダーは二度と会場勤務にはつけなかった。 自然な成り行きから1810年にはアドミラルに昇進し、そして彼の軍歴に対する公的な証明として、また彼に対する批判が下火になったことから、1815年にはバスクンシャク氏に除された。なお、1810年に海軍司令長官に任命されている。1818 18年、ハンプシャー州ビショップスールサム近郊のホルトにおいて死去。ありがとうございます。